はい、今回の動画は Windows 10でタスクバーにデスクトップツールバーを表示する方法を解説をします。でこのデスクトップツールバーという機能なんですけれども、まあ、これをです、ね、タスクバーに表示させておくと、ですね、まあ、そこから本当にこのパソコンの中のいろんなところですね、まあ、主にはデスクトップ上のものになるんですけども、まあ、このパソコンの中にあるいろ、ね、んなところにアクセスができて非常に便利な機能なので、まあ、今回の動画ではですねこの表示方法を、ね、解説をします。じゃそれには、ね、この下のタスクバーの何もないところですね、ここでマウスを右クリックしてもらうと、 まあここにこのツールバーというのが出てきます。で、このデスクトップツールバーっていうのはこのデスクトップというところを選択するんですけども、まあそれ以外にもこのリンクとかね、アドレスとか、ま例えばじゃあこのアドレスをちょっとクリックしてみましょうかね。そうするとこのタスクバーのここにこのアドレスのね、バーが入ったりとかっていうね、機能になります。 回ちょっとこれは消して、なんでまあ今回このデスクトップツールバーの方を表示させたいので、このツールバーのところからこのデスクトップっていうのを選びます、はい。そうするとこのタスクバーのところにデスクトップっていうのが入りましたんで、ここをね、表示させるにはですね、このデスクトップっていう文字の右側のこの矢印みたいなところ、こちらをクリックします。そうするとこの画面が開いてきてですね、このパソコンの中にいろんなところにね、ここから直接アクセスできるような機能になります。まあ外付けのハードディスクであったりだとかライブラリとかね、あと便利なの、このコントロールパネルなんかもここから直接ね、アクセスでき まあ通常はねこの左下のスタートボタンのところで右クリックしてみたいな開き方になりますけどもまあここからだとこう直接ねコントロールパネルここからねえアクセスすることができますんでまあ結構便利な機能だと思いますんでこのデスクトップツールバーというやつぜひ使ってもらえるといいかなというふうに思いますそれではね今回の動画は以上になります今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました